続いてですね、曲、もともとジャズじゃない曲をアレンジした70年代にアメリカで人気を博しました AOR のロックですね、のルービーブラザーズというバンドの What a Fool Believes という曲です。この曲は僕が高校生ぐらいの時に10年ぐらい前に日産のティアナっていう車のコマーシャルソングに使われてまして、わあこの曲かっこいいな、いつか弾いてやろうと思って日産のティアナ記憶してたら、今日たまたまホテルでテレビを見てましたら同じ曲が流れてまして、なんと今は日産ではなくてトヨタのビッグなんかのコマーシャルで使われておりまして、なんかね車の会社に愛されるなぜか今度トヨタのビッグ、多分ビッグだと思うんですけど、はい、この曲だと耳にしていただければと思います。曲の内容は失恋した男の人がどうしても別れた恋人の女の人のことを忘れられず、いつまでも彼女は戻ってきてくれるんじゃないかと期待してしまうという悲しい失恋の、とても綺麗な歌を聴きたいと思います。What a Fool Believes。
曲、とてもこれも有名な曲で、映画サウンドミュージックより、私のお気に入りマイフェバレットシングスをお聴きいただきます。もう少し変わったアレンジをしておりまして、もともとマリア様が嵐を怖がる子供たちを安心させるために好きなものを一つずつ言って歌ってごらんって言って、子供たちは好きなものを自分たちの好きなものを言っていくうちに、だんだん気づいたら嵐はやむなくて、だんだん曲調が明るくなるんですけれども、今回のアレンジでは最後に嵐は無のだろうかとか、好きなものって一体何なんだろうかとか、ちょっと想像しながら聴いていただけたらなと思います。My favorite です。
それがめちゃめちゃ美味しそうなんですよ、ね、でみんなでこう川べりに座って缶ビール飲みながらお寿司食べながら海鮮みたいな、もうここに住みたいと思いましたいやいや本当にねちょっと移動、昨日実はツアー中、今この3人のツアーで一応今日最終日なんですけども、愛媛県の松山市から船と新幹線と鈍行と乗り継ぎまして、ちょっとなので、ね、あまりたくさん時間がなくて、もっと本当はたくさん観光したかったんですけれども、この時効も海岸も下の水も本当に素晴らしい観光地ですよね、川島さん。ねえ、いきなり自分に振られてびっくりした。なんか綺麗ですね。綺麗。橋がね。橋がね。橋がね。あれも多分。ふぐ刺しとふぐの唐揚げをいただいたんですけど、このまま食べ物の話をすると、なんかもう時間が来ちゃいそうなので、いやでもあんなにね、僕ふぐの唐揚げ、あんなに美味しいものが知りませんでした。